暗闇の中に突き落とされるような、この感覚。結局今回も死んじゃうんだ。私、花咲凛子は小説の中の世界に転生してしまった。レリアのマクミランは近いうちに命を落とす。取引だと、この私と。私に婚約者のふりをしろと。私はあの男とこの物語の結末を知っている。あの女から目を離すなよ。人の部屋に勝手に入ってくるなんて。プライバシーが必要だと。このペテン師。どうした、脅迫女。あなたは短命の層が見える。二度も死ぬなんて絶対に嫌。私の視界から5分以上消えないように。私の持っている情報は極めて価値あるもの。どんな対価を払ってでも欲しがるものは多いはず。まだまだ練習が足りないようだな、レリアナ。一か八か試してみる価値はある。チェックメイト。